俺や、フゴ。まだ天使は見えてねえだろうな。ヨーソロ、あんたとの腐れ縁が切れなくて残念だよ、社長。自分も無事ですけど、こんな調子じゃ時間の。なんだとこのピザ野郎、気持ちが負けてんだよ。よし、10秒以内に面白いこと言ってみろ。10、9、12時情報で爆発、衝撃波に備えて。うわぁ、戦艦の破片、リダークスが落とされたんじゃないのか。ああ、チーチうるせえな。死後現金の明るい職場にされたいか。邪魔な奴だけ撃ち落とせ。レーダーに反応。くそ、今ので見つかっちまったんだ。離れろよ、この、この。フゴ！ダメだ、こいつらには弾が効かない。ここまでのようだね、社長。塩らしいこと言ってんじゃねえ。弾が通らなきゃぶったけれ。切ったってのか、ハイルーンの装甲を。おお、マジか。自分でも天才だとは思ってたが。あんたにはいつも驚かされる。今の俺なら戦艦だって切れちまうな。惚れるんじゃねえぞ、オリガ。身内口説くほど頭やられてんのかい。大将、来るんじゃなかったな。ほんとにようバカヤロ。オリガー、勝手に死んだら許さねえぞ。返事しろ、オリガー。うん、くそ、まだ落ちるな。ママくたばってたまるかよ。パパ、フィオなのか。パパ、そのままこっちに。エスト、お前たち生きて。なんだこの機体は。乗って、早く乗って。お前たちが動かしてるのか。
姉さん。いいよ、行ってパパを守って。大丈夫、追っ手が来たわ。パパ、少しだけ力を貸して。超高速ドライブ軌道に入ったわ。あと少し、あと少しで地球に着くから。すまん、お前たちのそばにいてやれなくて。ダメな父親だったよな。何を言ってるのパパ、私たちは。ロイを呼んでくれ。ファイルは切れる、切れるんだ。あいつならエストを。そんな、いやよ、お願い、私たちを置いていかないで。はい、人工物、おそらくファイルンの機体です。半壊しているように見えます。一機のみか。そのようです。まっすぐこちらに向かって。この信号は地球のものです。地球人が乗っています。なんだと、同胞がダッシュしてきたとでも言うのか。地球軍の艦隊でパイルーンの新型試作機を持ち帰ったら丁重に向かいなさい。君は何者かい。私はルーキス、ルーキスのピオ。この戦争のパラダイムを書き換え